こんにちは、ニンニンです。本日はザ・ベースに来ております。今日もですね、ここで、自分のコレクション株に、水やりとかをしているんですけど、久しぶりに今日はですね、品種の紹介をさせていただきたいなと思います。本日ですね、ご紹介するのは、リッキアシルバードラゴンです。実はですね、だいぶ前にシルバードラゴンは撮影をしてたんですけど、ちょっとこのハウスの移転とかですね、いろいろあって、一回お蔵入りにしてしまったんで、ようやく再開してですね、改めて撮ることができました。このハウスに来てちょっと落ち着いたっていうところもあるんで、ようやくですね、撮影ができるという感じです。というわけで、これがですね、シルバードラゴンになります。このハイブリッドは、交配内容、なんだっけ、タイのですね、オットー氏のハイブリッドになります。ここ最近だと、例えばリトルウィングとかですね、それからドラゴンボーンとか、かなり、アズゴックとかですね、ものすごいハイブリッドをたくさん作られてるんですけど、その中では結構初期に入るんじゃないかなと思います。ただ今見ても、めちゃくちゃかっこいいですね。このトリコームがやっぱり乗ってですね、それにこう太陽が当たって、シルバーですね、本当に銀色にこう輝く、この感じがもうたまらないですね。あと鋸歯がやっぱり鋭くて、角度もあってですね、さらに、僕がお気に入りなのはこの歯の、模様ですね。歯に結構模様が入るんですよね。ウォーターマークっていうんですかね、この模様がまた綺麗なんですね。なんで、このトリコームの部分とですね、それから鋸歯と、模様と、このバランス、めちゃくちゃいいです。シルバードラゴン、まさにそのままの、名前かなと思います。結構この品種に関しては、小株も出してくれますんで、流通もですね、そんなに多くはないんですけど、一応してますし、手に入る中ですごくいい、ハイブリッドなんじゃないかなと思います。最新のハイブリッドと比べても全く、引けを取らないかっこよさなんですね。育成とかに関しては特に、難しいところはなくて、本当に他の品種と、全く変わらないと思います。サイズ的には、僕はずっと鉢増しをしながら大きくさせてきて、それでこのレベルなので、多分これが、最大サイズなんじゃないかなと思います。このサイズから今のところ大きくなってないですね。もちろん徒長したりして大きくなる分はあるんですけど、今ですね、温室で、水やりは週に、1回か2回ぐらいっていう形で、このサイズですね。こんな感じですね。なんで大型ではなく、小型ではないですけど、比較的育てやすいサイズなんじゃないかなと思います。この株に関してはまだ全く分頭とかはしてないんですけど、もしかしたらこれ分頭してくるかもしれないですね。あんまりちょっと分頭した株は僕は見たことないですね。今ここに花芽が出てるんですけど、この株もすでに開花済みでですね、実はもうシルバードラゴンのハイブリッドっていうのも僕の方で、作成しています。今それがですね、まだちっちゃい、苗の状態ですので、これがどうやって育つかっていうのは非常に楽しみですね。最近ですね、オットー氏の、ハイブリッドのファンの方って非常に増えてると思うんで、もし機会があったらですね、ぜひこの品種も、育ててみればいいんじゃないかなと思います。並べてもですね、すごくこうかっこいいんじゃないかなと、なんとかドラゴンみたいな、やつですよね。オットー氏っていうとやっぱり最近だとウィングもあるんで、何々ドラゴンとか、ドラゴン何々とか、なんとかウィングとか、なんかそういうのって、僕は思わず集めたくなってしまうんで、集めてですね、こうずらっと並べるみたいなのがいいんじゃないかなと思います。このハウス結構広いので、僕はそういった形で、
各シリーズごとにですね、並べてみたいなと、そんな野望を持っています、はい、というわけでですね、また成長、ここからまあ変化があったら、お伝えしたいと思いますし、またオットー氏のですね、別のハイブリッドもご紹介できたらなと思います、それでは、今回もですね、いいねいただけると嬉しいです。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ニンニンでした。